サルフツ村中心部周辺の空中写真。画像左側下部に村役場のある鬼西別地区。画像右側のオホーツク海に面した港は浜、鬼別港。つ港。1977年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。 カムイト沼道の駅サルフツ公園サルフツ村は北海道宗谷地方北部に位置する村である。北海道を代表するホタテの水揚げ地として有名。村名の由来はアイヌ語のサラプツから。宗谷管内のオホーツク海側に位置する。東部はオホーツク海に接する海岸が続き、国道238号が南北に従官する。西部は丘陵。 山岳地帯。村総面積の8割が森林。十津川村に次いで日本で2番目に面積の大きい村であり、北海道では最も面積の大きい村である。猿フツ村最北端は地雷別である。春は3月中旬頃から北西の冷たく厳しい吹雪の日が少なくなり、4月には融雪が一気に進み平野部では雪が消える。 5月から6月にかけては、天候が安定して乾燥する。夏は7月から8月にかけ太平洋高気圧の県内に入り、気温が上がり、摂氏30度近くまで上がることもある。しかし、オホーツク海高気圧が強まり、長期間にわたって、低温の湿潤な天候が続く年もある。秋は9月中旬頃から、朝夕は、急激に涼しくなり山間部では、 紅葉が始まる。雷が発生し、降水量が最も多い時期でもある。10月下旬から11月上旬にかけて、初雪が観測される年がある。冬は12月末から2月頃は、猛吹雪が発生する。2月から3月にかけて流氷が雪岸すると、冷え込みが強くなり、低、摂氏20度を下回る日もある。 浜尾西別にあるアメダスは1978年10月に統計を開始した。最高気温の極地は摂氏32.7度、最低気温の極地は低、摂氏27.2度。平年値で冬日の年間日数は162.3日、真冬日85.6日。夏日13.9日、真夏日0.8日。 猛暑日や熱帯夜を観測したことはない。降水量は8月から11月にかけて多く、10月から2月にかけて雪、または雨の降る日が多い。平年値で年間降雪量 833cm、年間の最新積雪は 79cm、最新積雪の局地は 118cm、日照時間は11月から1月にかけて少なくなる。 最大風速の極地は秒速24メートル。最大瞬間風速の極地は秒速32.2メートル道の駅、猿払公園のホタテ定食。ホタテは猿払村の名物であり、主産業である漁業と落農が盛ん。特にホタテの水揚げ地として知られ、漁獲量は日本一である。古くからホタテの工業場であり、明治時代にも香港に輸出されるなどしたが、 乱獲により、資源が消滅。戦後間もなくは、天北丹田の最丹と林業によって栄えたが、これが衰退すると、村は、疲弊、一部の権力者による密漁が横行し、道内管区から目をつけられる事態であった。そこで、村の工房をかけて、元来の産業であったホタテ漁の再興に取り組み、これが、軌道に乗り、加工業も、盛んになった。 現在も違いの放流、外敵の駆除など徹底した資源管理を行っている。ホタテ漁に携わる漁業組合員が高収入を得ていることから、住民平均所得は全国の自治体中4位を誇るが、その一方でホタテ加工場の労働者時給は最低賃金の786円であり、人手不足が深刻な問題となっている。 2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で人口零人の消滅集落となっている。村内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR 北海道宗谷本線の南輪っか駅、あるいは、おといねっぷ駅。廃止された、鉄道路線かつては、天根北線が通っていたが、2021年現在は、廃止されている。 ありがとうございます。